まだまだ入ったばっかり、やばっかりよ。プレルー、プレルー、プレルー、ヒンドゥー、ヒンドゥー教、ヒンドゥー教。こちらのお寺の何年も意味もありますけども、プレというのは変わり、チェンジという意味で、ループというのは、体、人間の体という意味ですね。体が変わるという意味で、すごい。目で見たのが、ちゃんと映像で伝わるだろうか。いいんです。何がいいんですか。伝わらなくても。仏教に変わってきた時にこう保存されたんだけど、ちょっと胴体だけで。取り切ってますからね、分が管理官をよく持ってきますので、上に落として、草がなってます。それがアンコール。あれがアンコールだったかな。はい、成功。落ちませんでした。